無宗教ですがお位牌は,は作れますでしょうか大丈夫でございますそういう場合には表にですねお名前を書くことが多いです金箔が吹いてもはげない国産仏壇 お仏壇の販売が、天職永田幸喜でございます。2021年10月26日火曜日、今ちょうどですね、午後5時の44分、朝動画でございます。今日は外10度ですね、一番の冷え込みですね。はい、冷えてまいりました。はい、しかしありがたいことにですね、昨日、えー、お島の K 様、西区のお島町の K 様からですね、お位牌のご注文いただきました。実はですね 無宗教でございますと。我々は無宗教で、まあ、それはもう構わないとも個人の自由ですからですね。はい。で、無宗教でございますけど、やっぱお祝いを作りたいですと。お母、100歳にまで長生きされたお母様が他界されたとのことでですね、やはりやっぱ拝む対象が欲しいですということで、ああ、を、そう、で、どうしたらいいでしょうかということでございました。で、あの、一応ですね、ここにお名前を書くことが多いんですよと。で、裏に亡くなられた日ですね、と何歳って。 書いていいいいてただけるとといいと思いますとあとはですね、よくあるのが、その方が好きだった言葉とかですね、まあ、例えばありがとうとか愛とかですね、書かれて、裏にお名前、亡くなられた日何歳って書くことも多いですよって形で、で昨日の方の場合、じゃあ名前は書いてくださいっていうことでございました。あ,あとですね、礼儀とかですね、あのこの礼に。 いいですね。とか書くと、書くこともあります。あの、そのお名前の下にですね。これは個人の好みでございます。はい。という形でですね、えー、無宗教ですが、位牌作れますか 大丈夫です。お名前を記入いたします。表にはですね。で裏にあの亡くなられた人、年齢ですね。記入いたします。西区、お島、K 様、再来店。あの前回一度来られていただいてですね、一応話を聞かれて、き日う、きのご注文という形になります、はいえー。個人好きだった言葉を書くことも可能でございます。まあ、いいと思いますね。 あのその方を表す言葉ってあると思うんですよ。はい、で、えー、個人がとても喜ばれると思います、今度亡くなられた方がですね、守護、やっぱ皆様方を守られる守護霊としてですね、力強くサポートしていただけると思います、でお孫さんにですね、ぜひ拝んでもらってください、もう私はこれが上層教育ですよ。 やっぱ人としての優しさとか生きる道とかですねそういうことをおじいちゃんおばあちゃんが教えてくれると思いますそういうのに手を合わせる姿親の姿を見て子は育ちますけんよか子に育ちますよ本当は思いますまあそういう形でですね、えー、無宗教ですかおいはい作れますかはい大丈夫でございますというお話でございましたはいどじゃあここまで。 この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の会話ご発展。お祈り申し上げます。